ロマノフ家は、ロシア帝国を統治していた提出。文章は、相当の和紙。1892年、夏、サンクトペテルブルクのクラスノエセロでの軍事演習に、集まったロマノフ家の人々。前列の座っている人物、画面坊って左からクセニア大公女、メクレンブルクシュベーリン公女ウラジーミル大公ヒマリア、その右隣、エレナ大公女。さらにその右隣ザクセンアルテンブルク、 皇女コンスタンティン大皇妃、アレクサンドラ、アレクサンドル三世の皇后、マリア、皇帝アレクサンドル三世、ミハイル大皇、パーベル大皇、メクレンブルク皇、カール・ミハイルとメクレンブルク・シュトレリッツ皇、ゲオルク、コンスタンティン大皇とその姉ギリシャ王妃おるが、その右隣は、ニコライ皇大使、ウラジーミル大皇、ドミートリー大皇、オルデンブルク皇子ペーター及び、第六代、 ロイキテンベルク公、ゲオルギー。最高列の3人の男性は、左から、セルゲイ大公、ニコライ大公、オルデンブルク公、アレキサンダー、ドミートリー大公の肩を見ている人物。ペーター公の父、パーベル一世の創尊。最前列で地べたに座っている4人の少年は、アレクセイ大公。その隣の白の海軍服の人物は、左から、 ミハイル大公とアンドレー大公とボリス大公。ロマノフ家は古くからロシア帝国における有力貴族であったというが明らかではない。一説によるとこの家系のロシアにおける起源は13世紀にプロイセン地方でドイツ騎士団による残酷な攻撃から逃れてロシアの地にたどり着いたコプロイセン人のグランダ・カンビラという名の公であったと言われる。ただし、 明らかであるとされている先祖は14世紀にモスクワ大公のセミオンに仕えていたアンドレイ・カビラという定位の貴族でカビラという姓は老婆の意味でありカビラ家は皆馬やその他の家畜にちなんだあだ名をつけられていることからモスクワ大公家の馬帝の家系であったという推測がされているミハイル・ロマノフの祖父に聞いたザ・ハーリンの代にモスクワ大公にして 全粒子のツアーリだった流陸家の外籍になった。イヴァン4世死後、流陸家断絶によるロシアの混迷。ことに、帝都モスクワを占領したポーランドを撃退したことで、1613年、ロシアの有力貴族によってツアーリに衰退された。帝政初期は、有力貴族によって政治を牛耳られたが、第2代ツアーリアレクセイによって帝権が確立する。 1666年のニーコン総主教追放がその顕著な印となった。主な財源は征服地シュベリアからの毛皮、木材の貿易、中央アジアの植民地化による市場確保であった。ロマノフ家の経済力はハプスブルク家を超えているとも言われ、世界一の大富豪でもあった。また、この時代は皇帝による支配が安定した時期であり、それまでロシアの政治を担ってきた、 貴族階級が没落した時代でもあった。なお、ロマノフ家の着刑は、ピョートル2世の代で耐え、1762年に、ホルシュタインゴットルプ家から迎えられた外孫のピョートル3世が、行位を継承している。ピョートル3世の皇后であったが夫を排して自ら、即位したエカチェリーナ2世も喫水のドイツ人であり、以後も、ロシアの提出は、ドイツの血統が濃密となった。 ピョートル大帝の時代以降、ロシアではスラブ派と西欧派がしのぎを削り、それがツァーリの申請にも影響を及ぼした。歴代皇帝の政策は、主に不登校の確保と南化政策であったが、19世紀に欧州列強として台頭すると、ロシア帝国も帝国主義化し、植民地主義を標榜するようになった。特にバルカン半島に対する民族主義を掲げ、 ハンスラブ主義を推し進めた。これは、オーストリア・ハンガリー帝国との対立を招き、第一次世界大戦の原因ともなった。一方、帝国内では、領土拡張によって内部に、数多くの少数民族を抱え、民族問題を抱え込むこととなった。このような中で、ツァーリの申請にも限界が及び、1881年には、 ナロード2期によるアレクサンドル2世の暗殺事件が起きている。1905年には地の日曜日事件が起き、皇帝ニコライ2世は改革に踏み切ったが、帝国の動揺を抑えることはできず、第一次世界大戦の最中の1917年にロシア革命が起こり、ニコライ2世は大使帝国は終焉した。2007年、ロシア国民の一部が、 ロマノフ王朝の皇帝復活を望んでいることとの報道がなされたとされる。理由は、現在のロシアの格差社会の広がりが問題と言われている。2008年10月1日、ロシア最高裁判所は、ロマノフ家をボリシェビキ政権による弾圧の犠牲者であったとして、正式に名誉を回復させた。ミハイル・アレクセイ・ヒョードル3世、イヴァン5世、ピョートル1世、エカチェリーナ1世、 ピョートル2世、アンナイバン6世、エリザベータピョートル3世、エカチェリーナ2世、パーベル1世、アレクサンドル1世、ニコライ1世、アレクサンドル2世、アレクサンドル3世、ニコライ2世元当主ゲオルギー・ミハイロビチ・ロマノフは、アレクサンドル3世の弟ウラジーミル大公の家系である。ウラジーミル・アレクサンドロビチ大公アレクサンドル二世の三男。ロシア革命以前に没しており、 定位を請求したことはない。キリル・ウラジーミロビチ・ロマノフ・ウラジーミルの息子。1924年9月13日に、ロシア皇帝くらいの継承を宣言。以下、キリルの息子、娘に、名目上の行為が継承されている。ウラジーミル・キリロビチ・ロマノフ・キリルの息子。マリア・ウラジーミロブナ・ロマノバ・ウラジーミルの娘。夫は、ミハイル・パブロビチ・ゲオルギー・ミハイロビチ・ロマノフ・マリアと、 フランツの間の息子、ロシア皇帝位継承権、第1位であるとともに、ドイツ皇帝位及び、プロイセン王位継承権、第8位である、アナスタシア・ニコライブな関連作品、及びマリア・ニコライブな関連作品も参照のこと、ありがとうございます。